今日、日本一線路が多い空間にやってきました。朝ラッシュ時の様子を撮りたいと思います。ここは東京都荒川区日暮里駅のすぐ近くの跨線橋です。橋の上から撮影を行いました。風が強いのでちょっと撮影しにくいです。朝8時10分から8時36分のラッシュタイムで撮影したものです。ローカットバージョンでお送りさせていただきたいと思います。線路全部で14本が並んでいます。左の4本が山手線と京浜東北線です。その隣の2本は秋田新幹線、上越新幹線、山形新幹線です。真ん中の4本は高崎線、宇都宮線、上野東京ラインです。その隣の2本は常磐線です。その隣に三階建てになっている高架線路は京成本線と成田スカイアクセス線です。
すごいですね。5両並走してます。Thank you.
Thank you.
忙しですね。鉄道の大動脈。